吉田さんお疲れ様です。やっぱスパムメールみたいにね、山口陸さんのところから来てますよね。私は来てないんですけども、ただね、やっぱりスパムメールは未だにあのメールボックスに入るんですよ。多分受け取るメールの中で一番多いのが削除するようなスパムメール、出所不明なセールスのメールですよね。でもこれね、なんでね、スパムメールを送る業者って送るんでしょうか。スパムメールっていうふうに私は考えてますけども、文章読んでみるとね、割とまともなんですよ。あなたに必要なのはこれですとか言ってからね、セールスかけてくるんですよね。で、この業者さんもやっぱりね、サーバーの管理費とか、それからそこを担当する人とか使ってコストをかけてやってるはずなんで、これ明白なんですよね。スパムメールっていうのは効果が出るんですよ。その代わり数十万数百万っていう数のメールを打ってるはずなんですよ。つまりはスパムメールっていうのはあれですよね、お客様のデザインをしてないんですよね。いわゆるなんていうんですかね、ペルソナですか。ペルソナ全くしないんですよ。ペルソナは全くしてないけども、不特定多数にそれこそ数十万件数百万件に送るから、ちょっとあれですよね、勘違いしがちな人とかよく分かってない人がそこに登録したりとか何らかのアクションを起こしてお金払うっていうことなんですよね。で、アクセスが取れない人っていうのはとにかくペルソナを高めていって SEO 対策をしてアクセス対策をしてですね、少ない手数で効果が出るように質を高めていく高めていく高めていくって感じです。多分そうだと思うんですけどもね。で、こうなると今度はね、スパムメールを送る方っていうのははっきり言って質が悪いんですよね。制約率低いわけですから。でもむちゃくちゃな数をやってるから運営維持できて利益が残るぐらいに、まあ続けられるんですよね。だからそう考えていくと、私もね、20時間ライブでまずは無名な人間だったんですけども、有名になろうとしてとにかく数多くコメントを打って読まさせるみたいなことしましたよね。あれがまんまとハマって今日に至るってことなんで、同じ作戦でまあここまで来たかなと。ただ麻雀店はね、いくら経営してても数多く経営できるわけじゃないんで、1店舗しかないですしね。で、ランニングコスト合わないんで、まあ、でもインターネットを使うとどれだけ活動してもコストがゼロなんで、手数打つことができるんですよね。リアルだと手数は費用の関係で打てないけど、ネットだといくらでも手数が打てるから、これは儲かる商売っていうのは必ずできるなっていうふうに、まあ未だに思うんですけどね。まあ、吉田さんも動画バンバン出してきて、なんかチャンネル登録少しずつ上がってきて、今4280でしょ。すごいですよね。いや、これはすごいと思いますよ。私の場合はなんかね、狙って、弾けたのも結構あったんで、今ね、14000ですけども、逆にですね、狙った分っていうのは、そのブームが去ったら、チャンネル登録の数は残るんだけども、全く反応がない、いわゆる幽霊部員になっちゃうんですよね。見せかけだけの14000人で、まあ、トラフィックはそんなに起きてないみたいなね。うん、それこそ、死にアドレスからなんか登録されたみたいなこともあって、まあ、見栄えはするんですけども、レスポンスはあんまり強くないみたいなね、ことがありますよね。はい、ということで今回はですね、スパムメールの巣でございました。ありがとうございました。